岐阜の伊丹滝です。集落から行くとき、壁沿いに行けば、なんか来なかったりしますよね。へぇー。ピッケル下行くと、へぇーボタン。左側歩いちゃうと、下見ただけできちゃうんで、うん、右側歩くといいですね。へぇー。へぇ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 。5へぇ。なんかポーカーの時間長くね？そういえば。アップデート変わったか？何も変わってない。こんなんだったっけ？僕らが慣れすぎてるんだ。はい、おつざんです。いやーいやーいやあ残念でしたねー。レザーのシチューのおばちゃん。レザーのシチューのおばちゃん。レザーシチューおばちゃんだよー。シチュー作るよー。シチューください。シチューアンズさん可愛いな。俺のアンズに手出すな。可愛いと言うのやめて。俺のアンズに手出すな。ごめんごめんごめん。脈絡なんもなかったよ。今のシチューなぁ。上から入れたんよー。俺も入れたんよー。はーい。はーい。お、4、5。はい。6。はい。今のデルク君入れた。7。入れてます、入れてますよ。ナイス。7でーす。デルク君入れた？ナイス7でーす。僕が入れたの4個目かな？信じる気持ち。おりゃーめげないか。おりゃーおりゃーいやあれだね。樽いるわ、これは。強欲すぎる。あ、作れない。もう、何もうまくいかないな。まあ、こんなもんにして帰るか。はい、石炭4個持ってきたよ。ペプチンさんって帰ってきた？いない、いないんじゃない？あ、じゃあまだ左洞窟、洞窟じゃねえ、左崖上にいるわ。あら、てか船の位置悪い。あ、はっちゃんのぬくもり。うわっ、ポケマルがポケマルが海外のこと完全にね。全身に温まらせて。あ、まだ余裕ある。お茶、あ、そうか、お茶飲んでるか。ちょっと場所悪いから動かしたいけど寒いんで、ちょっと待って。持ってないでパレス進めてもいいと思います。オッケー、待ってね。はーい。俺も温めたい。帰ってきた。はいはい、頑張ってちょっと運転する。はい、お願いします。頑張って運転するけど誰か帰ってきた。温まっといてくれ。オッケー。はい、了解。あ、マスが多分、あ、木材できた。まっすぐ行くよ。立ち止まります。もう手に行きます。はい、うん、だから動かしてるよ。 あ、僕の手も出して。了解。あ、やめ。あ、これが落ちれた。最初のバイク見てください。ないの？ないの？あ、止まった。止まれるよ。はい、お願いします。出るくらい、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 ごめんね。やばい、やられたくないな。阿部さん、ゲドガール。ちょっと動かして、俺もどこ入った。はい。影丸じゃないこれ。違う、何の話ですか。すいません。何の話ですか。閉めて。すいません。何の話ですか。ちょっとハーブないか一応見に行くね。なんで今俺が急にヤーホーって刺されたの。私も刺されたかもな。オッケー。ハーブがあれば作れるよ。あ、どぐった。あの、ハーブがあれば作れる。ハーブがあれば。影丸です、影丸。ちょっと今のうちに。いや、俺も入っとる。俺のハーブない、ハーブ。鍵箱は全部ハッチャーに取られたじゃん。これ、はい、はい、解毒薬です。あ、解毒薬あんの？ありがとう。えら。でももうないです、もうないですよ、解毒薬。え、なんでチャギペイ今俺を疑ったの？待って、
私も刺されてるかもな。もう、僕だったら、僕と俺が毒ってて、刺されるのが大変だなと思ったから。いや、違うの、ゼルクの毒事件があるし、そもそも釣り箱は俺今開けれてないんだよ、結局。毒になっちゃった人を助けられないんで、キッチン来てください。一応探してくるわ。俺とカッチャってゼルクに刺されてないんじゃないの？いや、あの、みんなに刺してください。あ、スイープだ。ハーブが足りないの？はい。ハーブ。ハーブどこ、こっからやとどこにあるんだ、ハーブ。こんなに毒になることある。村まで行かんといかんのかな。いやーでも間に合わんな、さすがに間に合わんな。死んでるな。まあまあ、長いな。はーい。ちなみに、どかったのは誰？どかったのは、どかったのは、阿部、誰だ？ハッチちゃん。アンズ。これも、うん。え、そんな毒る？阿部、アンズ、チャゲー。めちゃくちゃ毒ってるよ。めちゃくちゃ毒ってる。まあ、こっちのチャゲさんが毒は出るわ、ワンチャンありそうだから。でも、チャゲピはめっちゃハッチャンに開けてたことない？うん。あ、全然ある、全然ある。うん、開けてたし、俺が開けたやつをノータイムでハッチャーに見せてたから。あ、俺が開けてくれって言って、おい、してもらったやつまで取られてたから。直すね、直すね。ごめん、普通に。あ、なにブーストブーストした、ブーストした。あ、まあ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 、ごめん、まあまあ、直せる直せる、大丈夫です。ブースト逃してた、申し訳ない。上の箱に素材が何も入ってない。ブーストを思いっきり忘れてた。あんま出ないのかな、分かんない。あ、溜まってる。ふぅ、釘ありそう？あるよ。飯ないに、飯ってないの？飯なんか甲板に置いたとかって言ってたよ。甲板左か。甲板左って言ってたの。うん、甲板どこ？え、ない。なんか甲板ってどっちのこと言ってんの？前の。俺も結構お腹やばいんだけど。ちょっとじゃあ進めるわ、とりあえず。甲板ってもう一回でしたっけ？分からんけど、1個とかやったんじゃない？ないです。そういうこと？俺は1個だけ拾ったよ。俺は1個だけ拾った。分からずの誓い。はい。沈没船の中は見たんで、他のとこ、漁ってきて。了解？はいはい。これ、料理人いないから料理作るよ。はーい。料理人、阿部さんか。あ、でも阿部さんは普通に、あれだからな、作ってたからな。シンプルにヘルスがやばい。多分単純にあれじゃない、探索するだけだと思う。そうね、うん。ちょっと洞窟行ってくるわ。うい。ここだけ？その骨が漁ってあるかどうかで、はい、漁ってないからこっち帰らなきゃいけないの。
てことは解毒作れるな、こっちの資材で。誰だ、あれ弱ってる。ちょうどや。お、待ってた。これやばいのでは。帰るか。これどうしたの？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 影丸確定、影丸確定。あ、影丸なんだ、またかよ。またチャゲさん殺して逃げたんだ。2連続で引いて心折れそうだ、マジで。あれ？あれ？死んでるの？あ、俺死んでない。あ、倒したんだ。倒した、倒した。あ、ナイス、ナイス、ナイス。船直そっか、船。はい、お願いしまーす。はい。だから傀儡どっちも一落ちしてる。オッケーオッケーオッケー。ナイス、ナイス、ナイス。え、デルク死んでる？デルクはもう出るね。あ、デルク死んでんだ。大自然が、狼が起きました。あ、ご飯置いとくよ。はい。あ、ご飯シチュー。シチュー、足りない。ちょっと足りない。あ、じゃあ材料入れるね。材料あるわ。オッケーオッケー。影丸の肉で、影丸の肉でシチュー作るぜ。オッケー、ナイス。あ、チャゲさん、ご飯ね、お腹ゼロならね、焼肉1個作るから、それ食べないよ。あー、欲しい欲しい欲しい、はい、じゃあ今度の中に1個焼いてたよ。ありがとう。カゲピの死体があるよ。ここにカゲピの死体だよ。いやー、危ね。釘。あ、大丈夫、俺直せるよ。あ、出てったんじゃない？うん、出てった。おぉ、どうした？カゲピから銃もさ、弾も全部回収したらさ、うん、弾が10発ぐらい溜め込んどったよ、あいつ。あらあら。あ、武器庫見といて。あ、はいはい。うん、特に一回死んでる人は、ちょっと捨てまーす。阿部さんとハッちゃんどこ行ったよな、ハンジちゃんと。別に位置落ちてるわけじゃないから、多分、うん、どっかで生きてるとは思うけど。さっき死んだのは誰なの？俺がちょっと。ゼルクと影丸じゃないかな、違うか。ゼルク影丸だと思うよ。うん、あ、それは。あ、いたいたいた。はーい。阿部ちゃんおかえりー。ゼル影、傀儡2人死んだ。両方傀儡、両方倒した。ナイスナイス。みんなぶっ込みよ、ぶっ込み。ゼル影丸つけたから。はい、了解。しかも影丸から銃の弾10個ぐらいパクったから。あ、ナイス。ご飯もできてるよ。ご飯もできてるよ。逃げためゼロ、逃げためゼロ。運転してほしい。石炭4つ入れた。ちょっと6桁目だよ。6桁目だよ。はい、6桁目ゼロ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 。あ、じゃあもう。じゃあもう開けね。はい、頑張ります。お、名刺あるぞ。ちょっと村、一緒行ってくる。あ、じゃあ一緒に行く。はいよ。開いた、ナイス。開いたよ。クラフト欲しいんだよね。あ、石炭も大丈夫ですよ。うん、開いた、ナイス。ありがとう。チャゲさん、狼の休憩所行く？はーい。
狼でね、傀儡の。あ、どっちでもいいよ。はい、どうぞどうぞ。行っちゃうか。こうでもあるやろ、どうする。行っちゃうか。うん。行っちゃうか。あ、でもその前に、注射器つく。あ、注射器あるよ。注射器ある。あ、ほんと？あげるよ、いざとなったら。で、こっか、銃もあるし。ここさあ、狼来るよ。狼来るよ。戦おうぜ。あ、殺した。オッケー。めっちゃ食らっちゃった。ディスルト自分に撃っちゃう。よし、水。あ、いけ、おれるるるる。オッケーオッケー、よしよしよし。いたいたいた。待てー、なんで銃持ってんだよ。竹さん頑張れ、当てろ。オッケーオッケー。切ってる切ってる切ってる。いざ倒そう。よし、オッケー。よし、ナイスナイス、完璧。あー、うまい。ごめんね、ゼルク。ごめんね、ゼルク。いや、ラッキー。でかっ、でかすぎ。銃開けちゃいなよ。あ、オッケーオッケー、銃もらうね。じゃあ、銃もらっちゃいな。でかっ。うわー、このワークベンチになるわ。ヘチンどうだろう。いやー、危ないね。うん、ちょっと危ないよね。危ないと思う、さすがに。ちょっと手持ちのやつで作ろうと思ったら、ワークベンチのやつ先に使う、消費されちゃった。ゼルク倒したよー。ナイス。うん、だからあとは海兵だけ、海兵だけ。え、ゼルク君は隠し、うん、隠隠隠し。ナイス。なんかあと海兵だけ。あ、本当だ、隠し取ってる。ここだよ。いいね。タケピーがどっかにいるんだ。ナイスだな、チャゲさん。ねえ。ねえ。ナイスだよ。帰ろう。入りますか。うん、これあれか、ピッケル持ってきてたら。あ、そうそう、ピッケル、あ、ピッケル作って上上がる。俺スクラップあるから置いとくよ、ペケさんやりたかった。あ、ほんと。うん、でもね、今、うん、手持ちいっぱいなんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう。あらあらあら、これ負け持ってない人が持った方がいいかな。オッケー、俺ま負けさ持ってるけど銃の弾がないから俺が持とうか。じゃあ俺チャゲさん置いていっちゃおう。あ、行っちゃいください。バイバーイ。ポイントが出ちゃった。守るぞ。あと鍵ピッピだけらしいから。鍵ピッピだけ。はいよ。海兵だからね、分かる。真っ赤なやつが来てます。クマ倒した？倒したよ。おー、ナイスです。今運んでる。はーい。ナイス。お、収録。はーい。収録のカスが立ってた。オッケー。狼4匹いる方。あー、向こう。あ、オッケーオッケー。じゃあもう一回戻って追い詰めよう。いないな。カキさんいる？うん、影丸こっち、ここら辺におるって。足跡聞こえんかった。そっちとか行ったんかな。オオカミの端の方に立ってた。うん、って聞こえたよね。影丸いないな。揺れ歩きに逃げたかな。いないなぁ。
ハゲマルいない。うん、どっか行っちゃった。どっか行っちゃったね。うん、ナイス。さあ帰ろう帰ろう。帰るぞー。よそろよそろよそろ。いやいや全然全然。てかすごいっすね、船組ゼルク殺せんのね。あ、ゼルク組めっちゃ狼みたい。あ、狼か。あ、違うよ、俺とテレさんが追い詰めて殺す。おお、ナイスナイス、うん。そう、狼のところに行ったらね、ゼルクがいたんだよね。うん、あれ、カゲポヨさんと俺でカゲマルさん倒したけど、速攻戻ってきたって感じですか？いや、それはね、あれゼルクだと思う。カゲ、カゲピが、そのレクさんだ。うんうん、あ、このぐらいを止める。あ、あれ声がする。止まれ。あ、いるよ。カゲマル貴様止まれ。どうだ、ゴリ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 。どこだカゲマル。船の下に行きました。船の下。あ、初めて見た船の底。どこだかがある。ダメだ。フィデの底に隠れている。あの海レスターで止めれるかなと思ったけどダメでした。フランキーになるぞお前。フランキー。あのカエルの名前忘れた。うわ、めっちゃ石炭。燃料やば。全部入れちゃおう。全部入れろ。ほら。早く大丈夫これ。大丈夫じゃない。横綱だよ、カエピー。ワンピースのあのカエルの名前。横綱だよ、確か。あ、横綱になってるよ。ナイスナイスナイス。危ない。いや、毒止められたのでかいね。すごかったね、あれ。えぐい毒が。あの毒で知らなかったんで偉すぎだろ。ここも刺してないです。だよね。やっぱあれはゼルクが刺してなかったんだね。え、じゃあ、そう、ゼルクが、うん、そう、刺してなかったわけ。吐きかけまで以外は全員刺した。その4人、うん、4人に刺して、4人刺して2人が解毒で回復、1人ダウン、うん、もう1人がなんだろう。まあゼルク本人だ。いや、あの安倍アンチャゲ8に刺さって。おお、すごいな。あ、そうだね、4人刺さって、4人も刺ったな。なんかあのボクシーとか言っちゃってたから後ろからチクってしたの。いやでも俺がそこにいたからそれで俺疑われる。村にないじゃん。いやでも僕のボクシーで解毒剤2個出てますからね。おお、確かに。あっちゃんに横振りされたらマジで悔しかった。あれ砥石入ってたんでしょ。そう、砥石入ってた。あれヤバすぎんだよなマジ。そうかそうか。でも村みんなで連れてよかったね。ゼルクを決めて、ね、あれすごい偉かった。爪がすごい偉かった。うん、自分ゆっくり来るわけないと思って、トーテムだって全然ね、そうそうそう、ゼルク詰めるつもりは全然なくて、そうそう、トーテムあるだろうって思って行ったらゼルクがいたから。